鶴見橋のど真ん中、下校の自転車が行き交う。白鷺の制服の胸元のリボンが風にたなびく。あの風の強い橋の真ん中が、おそらくはあの時の世界の中心だった。岡山にゆかりのある小説家原田マハさんの小説レイレイガールズの一節です。私はその鶴見橋の真ん中に立っています。実はこの物語には、鶴見橋のように岡山の地名や馴染みのある場所がたくさん出てきます。今日はこの小説の舞台を歩きながら岡山の魅力をご紹介します。平成17年に花風を待ちわびてで第1回日本ラブストーリー大賞を受賞し、作家デビューした原田マハさん。デイレイガールズはそんなマハさんが小学校6年生から高校卒業までを過ごした岡山への思いがいっぱい詰まった作品です。物語の重要な場面として何度も登場する鶴見橋は、岡山後楽園を出てすぐのところにある全長148メートルの橋です。那須さん、誰かと待ち合わせをしているようですよ。あ、私たちレイレイガールズです。実はこの3人、小説レイレイガールズから飛び出してきた高校生3人組、その名もレイレイガールズです。デーレーガールズって言ってもわからない人もおるかもよ。そっかそっか、デーレーっていうのは岡山の方言でものすごいって意味で使われるんよ。じゃあみんなはものすごい女の子たちってことね。その通り。このデーレーガールズを書いた原田マハさんは私たち山陽女子高等学校の卒業生なんです。え、そうなの？マハさんが過ごした岡山での思い出、恋、友情、青春真っただ中の私たちにとってこの小説はとっても共感できるんです。うんうん、じゃあ今日はそのレイレイガールズが生まれた岡山の街を一緒に歩いてみましょう。ということで、那須さんたちがまず最初に向かったのは日本三名園の一つ、岡山後楽園です。岡山後楽園は岡山藩主池田綱政が家臣の綱長忠に命じて作らせた江戸時代を代表する大名庭園です。遠洋亭や能舞台、茶室などには歴代藩主の思いが込められていて、歩きながら移り変わる景色を眺めることができるように工夫された回遊式の庭園です。続いて向かったのは岡山後楽園のすぐお隣にある岡山城です。岡山城は慶長2年1597年に宇喜多秀家が築城したもので、その当時は屋根瓦に金箔が施されていたといいます。今では黒い外観から宇城と呼ばれますが、かつては金宇城とも言われていたそうです。天守閣の中には面白い場所がたくさん。早速みんなで体験してみることにしました。私のデイレイおすすめスポットはこちら、備前焼の土ひねりが体験できる備前焼工房です。備前焼は岡山が誇る伝統工芸の一つ。備前焼工房では子供から大人まで
初心者の方でも気軽に土ひねりが楽しめます。作った備前焼は後日自宅に郵送してくれるサービスもあるので、旅の思い出にはぴったりです。備前焼の後はここ、私のデイレイおすすめは、お殿様やお姫様の気分が味わえるこちらのコーナーです。ね、殿。殿様、姫様、若殿、若姫の4種類の中から選んで、羽織や袴、打ち掛けなどの衣装やカツラ、刀、扇子などを身につけることができます。時間は10分程度。あっという間に江戸時代にタイムスリップ。先着順ですが、無料で体験できます。岡山後楽園と岡山城で岡山の歴史と魅力を再発見した4人、出発地点の鶴見橋へと戻ってきましたよ。きっとマハさんもこの橋の上から後楽園や旭川を眺めていたんだろうね。そうだ、本の表紙のようにデイレイガールズになりきってみようよ。うん、自然に乗って旭川を渡るとき、岡山城が見える方向にいくつ橋がかかっているか数えてみた。2つまでは数えられた。そのさらに向こうにも橋があるような気がした。あの向こうまで行ってみようとあるとき思った。一番近そうな停留所城下で降り、当てずっぽうに歩いて橋を探した。すぐに川辺に出たが、どの橋が向こうの橋なのかわからない。電車から見る距離感と実際に歩く距離感が全く違っている気がした。昔の欄干を模した橋を見つけた。川向こうに見える後楽園のうっそうとした緑の木々と川面のきらめきと古風な欄干のデザインが視界に入った時、なんとなくこの橋が好きになった。それが鶴見橋だった。1980年の岡山、夢見がちな漫画少女だったあゆこと、気が強いけどどこか影のある美少女たけみ。あゆこのかっこよくてギターもうまい彼ひでほくんをめぐって繰り広げられる青春の熱い絆の物語。二人が恋愛について語り合った場所、そして別れの場所にもなったところ、それが鶴見橋なんです。作者の原田さんに岡山や鶴見橋への思いを聞きました。しんどい時とかちょっと疲れた時に、この世界には岡山があるって思い出すとホッとするっていう場所ですね。なんかこう一人になりたい時で、一人で何かこう、まあ、その時も小説めいたものとか漫画を描いたりしてたんですけど、この登場人物のあゆ子のように、そういう時に自分のこうイマジネーションを膨らませる場所として、まあ、鶴見橋ですとか、あの周辺をよく歩きましたね。で、私は岡山にいましたのは小学校6年生から高校3年までの7年間だったんですけれど、まあ、その青春時代一番キラキラした時代を過ごしたということで、こう大変なんかこういいところだけをこうパッケージにしてあの町に置いてきたって、そういう感じが非常にするんですね。なので、まあその制服を含めてその高校時代の思い出っていうのはもう私にとってかけがえのないものですし、まあその頃に体験したことをやはり元にしてその小説を書きたいと思ったのが今回のデイレガールズを書いた理由だったので、鶴見橋ですとか、まあ商店街だとかお店だとか、そういうものを極力こう登場させて、何かこう小説を読んでるとガイドブックを読んでるような、そういうような気持ちになって、読んだ方が楽しみに岡山を訪れてくださるといいなというふうに思って書きました。マハさんが愛してやまない岡山。
鶴見橋を渡ると、そこには最近注目のスポットが。4人も散策してみることにしました。鶴見橋を渡った西側にあるのが伊豆市町。ここはかつて備前と美作を結ぶ主要道だった津山往来が通り、高瀬舟の発着や後楽園の門前町として栄えました。アメリカで活躍した世界的な洋画家国吉安夫の出身地としても有名で、生家の後には記念碑が建っています。また伊豆市町一帯は岡山空襲による被災を免れた市街地では数少ない地域でもあります。私のデイレイおすすめは、伊豆市町をぶらーり散策すること。おしゃれなお店がいっぱいあるんですよ。最近ではその古い町並みや建物を生かしたおしゃれなカフェや雑貨店、ギャラリーなどが相次いで出店。若者に人気のスポットとしてにぎわいを見せています。鶴見橋を拠点にしてデイレイガールズの物語をたどってみたけど、今日はみんなどうだった？後楽園に岡山城、それに伊豆市町、じっくり歩くのは初めてだったので、今までよりも岡山が好きになった気がする。マハさんはきっと青春時代を過ごしたこの岡山の街や人、思い出の一つ一つが今の宝物なんだろうね。私たちもデイレイズ的な岡山の魅力を県内外の人にもっともっと知ってもらいたいな。うんうん、皆さんぜひ岡山に遊びに来られ、待っとるよ。後楽園までのアクセスは自動車を利用する場合、山陽自動車道の岡山インターチェンジが便利です。インターチェンジから後楽園まではおよそ20分。後楽園には500台収容の有料駐車場があります。電車を利用される方は JR 岡山駅で下車してください。岡山駅からは路面電車東山行きで4分、城下で下車し後楽園までは徒歩10分です。このほか岡山市の情報は岡山観光コンベンション協会のホームページをご覧ください。